今日はリミさんのカバンを、カバンっていうのこれ、しっちゃん。ミニポーチ。カバン。あの、これ上野でね、買ったリミちゃんのお気に入りで、いつもこれ持ち歩いてると思うんだけど。レバンみたいな買ったものだったね。そう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 。そうなの。変なとこ。変なとこだ、雑貨屋さんだよね、要は。あれからずっとね、お気に入りで使ってるよね。何が入ってるのか、ママもあんまりよくわかんなくて、ここでね、ニヤニヤニヤしてる。何が入ってるのかね、今日ね、チェックしたいと思う。ね、ゴミ捨ててきた。あ、そうなの？つまんの。あら、なんか察知したのかしら。つまんの。カバンの中身紹介されるって察知してきたのかしら。してない。してない？しーちゃんがカバンのバッグの中紹介してたからね。うん、そっか。通ったな。そっか。しーちゃんはあの GRWM の動画の時にやったんだけどね。じゃあリミちゃんを見せてください。まずポケットの、それポケットなの？入るの？あ、入ってる。なにこれ？あの、今日と、昨日の、あのラップ。え、来たな、おにぎり巻いてあったやつ。そう、さっき車で食べたやつ。そう。え、こないだ食べたやつも。そう、来てない。リミ、ちょっとこれはもう捨てましょう。いやいや、これだってほら、食材だから、あの、アリとか、来る、ゴキブリとか来るから捨てるよ、これはさすがに捨ててください。捨てて、うん、捨てる。入ってないよね。あ、じゃあそこのポケットにも物が入るんだね。そう、前お金入れてた。お金はね、落としちゃうからやめた方がいいよ。お金入れてたここに。で、それ裏が透明なの？そう。どうなってんの？指折りランド。1月3日にいて指折りランドのさ、名札みたいなのがまだ入ってんの？ああ、これベタベタなやつじゃない？ベタベタじゃないよ。よれ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 。はい。で、これが裏が全部透明なんだ。そうです。ああ、なるほど。あ、こうなってんのね。で、ここにモコモコなんだ。なるほど。え、これは何、宝物なの、このよりそんなに宝物にするほどだった？まあいいや。はい。で、中は開けるとどうなってんの？あ、これ、これは、あ、かわいい。視聴者さんからもらいました。これ何？ポーキーのキラキラ？キラキラ。かわいい。これかわいいね。かわいい。いいじゃん。お気に入りなんでしょ？うん。うん、よかったね。次。見て、見せて、この中はどうなってんの？あ、こうなってんだ。なるほどね。ちっちゃいけど、こう詰め込んでるわけね、いろいろ。じゃあ何が入ってるか出してください。まず、スマホ。はい、スマホですね。これでもさ、透明なところに入れればさ、スマホの画面がさ、こうやってさ、うん、見えたりするんじゃないの？うん、使えるよ。そういう使い方今はしてないの？うん。次。おお。やばい。めっちゃ飛んできたけど。飛んじゃった。お守りが。お守り、なんかすごい飛んだよ。まずどれからいきます？まずこのプーシャンの。ああ、これスマホカバー。なんで撮ってんの？なんかね。こことかに入れるとね、うん、なんかね、入んない。あー、入りが悪いってこと？そう、うん、じゃあ別々に入れてるってこと？そう、うん、はい、じゃあ次。なんかいっぱい飛んだけど大丈夫？次。うん、なにこれ？裏の、あー、裏の忘年会の時にもらった裏ユーフェスのシールと、シールのリミが作ったゴミ。あ、ゴミで作った折ったやつ。普通にこれは何もないもんね。これ取っちゃダメなんだ。できなくなっちゃった。見て、ここでね、止めてんの。ほんとだ、リミが折ったのね。じゃあこれとこれはこれで OK。 次、絆創膏。絆創膏もっと入ってた。今、バンドとか出たよね。
なんで隠したの？あ、隠してないのか、ごめんごめん。あ、行っちゃったのね。びっくりしたのは隠されたのかと思っちゃった。絆創膏が2つ。あ、そうだよ。ねおくんの方がちょっと変なこと出しちゃって。大丈夫です。絆創膏じゃ2つ、はい。じゃあ次。次、お守り。あ、お守りね。成田さん。カード型の成田さんのお守りです。はい。いつでも私を守ってくれる大事なパートナー。怖いよ。次。これ何？閉店したボルダリングのカード。あー、幕張用にあった。閉店しちゃった。もういらないよ、それ。最後の時に行ったんだよね。もう行った。いらないじゃん、それ。ちょっと置いてあるな。お守りじゃなくて、思い出。お守り。思い出でーす。はい、次。なにこれ？竜宮城のやつ。あー！ひまちゃんと行った竜宮城の時に、遊んでたね、これ、リミ一人で。うん。犬の動物も。ジャンパンマン遊んだもん。楽しかった。あーね。あー、並べてたのね。あ、並べてたのね。なんか何してくれるんだ。でももう終わりじゃないのこれで。うん。まだ入ってた。なにこれ。豚のカフェのやつ。あー、豚カフェね。このパンフレットと、これ何？これも豚カフェ。豚カフェ？あ、行こうと思ったけど、満員で、行けなく入れなかった時？うん。あー、なんかお店でもらったんだ。豚さん行ったんだよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そっかそっか。それを何ずっと持ってんの？これはあれだね、年末の時だね。ウームの忘年会の前にリミちゃんとパパで豚カフェ行ったんだけど入れなかったんだよね。その頃、ね、その頃ママとしーちゃんはもしかしたらここに写真がバーンって載るかな。こんなことしてましたっていう。何だろうね。何してたの。はい、次。後で教えてよ、うん、絶対にね。はい、まだ入ってるですか？お金。あ、お金な。こんな人さ。千円札。すごいお財布だね、リミちゃん。ポチ袋っていう。ポチ袋に入れてんの、これ。そう。入んないからさ。ママにね、ここでお金入れたら落としちゃう。うん、落とす落とす。しかもね、まあ、家の中で落ちてたから、ね、普通の財布だとね、入んないから。そっか。この先生の財布でも入んないでしょ。入んない。すごいお金持ちじゃん。一応千円札が入ってるよ。自分のお金ね。すごい金持ちだね。金持ち。まだ入ってんの？すごい入るね、それ。日焼け止め。あー、この前ニベアのあの青缶に写真。何しんちゃん。それいつ使うの？これ入れっぱなしだっただけだよね。うん、まだ入ってんの？うん。次。うん。ああ、お気に入りのニベアのリップ。動いてくれてる。だけど時間超違うけど。お気に入りの時計、指輪型の時計とニベアのリップね。はい。なくしたと思ったら出てきたんだよね。よかったでーす。ああ、待ってよ。一応リミちゃんもリップをちゃんと持ってるところが偉いですね、うん、リミね、結構カサカサにすごいなるんだよ、リミ。え、まだあんの？すごっ。入ってんね。え、今年だ。え、今頃の今年だ。今年だ。え、空でしょ。空だよ。お年玉の袋ね。お年玉ここにいる。あ、そっかそっか。ママがね、うん、あのマイクラのやつ買った時にママがね、うん、あの渡してくれた。そう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 、これでかいなってね、うん。次まだあるの？まだあるの？すごい。ティッシュ。あ、ついにゴミ。ティッシュ。ゴミ来ました、ゴミ。ティッシュだよ。あ、ティッシュ。使えるティッシュだよ。ごめん、ゴミとか言っちゃった。ごめんごめん、ゴミとか言っちゃった。ティッシュでした、ティッシュ。汚な。汚シワシワだからゴミかと思っちゃう。数枚しか入ってないティッシュでーす。落ちちゃうってよ。うん。ここにいるとこ。まだあんの？すごいね、万能なカバンだね。ね。ティッシュ。ゴミ？それとゴミ？違う。これ出ちゃった。綺麗なのそれ？綺麗だよ。ほら見て、綺麗だよ。皆さんこれ綺麗だそうですので信じてあげてください。信じて。でかい。
ってってすごいいっぱい入るね、リミ次無事入ってるよ、ゴム、うん、輪ゴム汚なんかこれ、汚いすごいなんか次、まだ入るの最後最後、ついに最後来ました。待って、まだ入ってるまだ入ってる最後じゃなかったの。おみくじ何何の中吉のおみくじ。あー、これいつやった。あのマザー牧場でしょ。そう、あひまちゃんと行った時ね。これ超ちっちゃくしないと。ドイツ村でやったんだっけ。うん、ご飯食べた後にさ、うんうん、ママがトイレ行ってる間にパパと行ってた。あー、そうなんだ。おみくじ、おみくじ最後かな。すごいいっぱい入ってる。さ、ついに最後ね。チェーン、あー、チェーンに、あ、そうそう、それなんだっけ、ポーキーに最初ね、このね、チェーンがついてたの。だけど、そう、リミちゃん知らないかもしれないけど、なぜか視聴者さんがね、このチェーンだと落っこっちゃうから、あのね、違うのに変えてくれたんだよ、リミ。見てよ、ごらん。そう。落ちた。そう、これなら落ちないからってね。そう、変えてくれたの。すごい優しくない？優しい。本当に優しくて、変えてくれたの。これ。以上。すごい。こんなにいっぱい入ってました。入るよ。すごくない？すごいですね。素晴らしい、リミちゃん。こんなちっちゃいさのにさ、こんなに入ってんだね。カラッポー。はーい。楽しかったわ、リミさんのカバンの中に。ママも初めて知りました。あんまりなんか覗くこともないからさ、普段。すごい。でもね、何入って、携帯とか入ってんのは知ってたけど、まさかこんなにいっぱい入ってるとは思わなかった。よく入るね。はい、じゃあリミちゃん頑張ってしまってください。グミ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